皆さんこんにちは、フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回はランニングプッシュステップ4ですね。ランニングプッシュっていうのは走りながら板の上に乗るっていう、通常プッシュに入る前の最初の動作っていう形で、これもやっぱ基本的な動きになります。でこのランニングプッシュスムーズにかっこよくやると、すごいスケートボードできるかが出てきますんで、ぜひ皆さんスムーズにランニングプッシュできるようにこの動画見て挑戦してみてください。じゃあまずは最初にお手本を見せます。今のがランニングプッシュになります。僕グーフィーなので、右手で持って右足で最初に乗るっていう形になるんですけど、ランニングプッシュは最初乗りに行くの怖いと思います。なので、止まった状態で板を持ってもらって落として乗る時はこのビスが隠れる位置に足をセットします。持ちます。歩きながら転がします。乗ります。この動作ですね。これを最初は歩くスピードから始めて、だんだん慣れてきたら駆け足になって、最後は走るランニングの状態で乗るようにしてください。で両足乗り行こうとすると怖いので、まずは片足で、まずはというか片足ですね、片足で乗る、歩いて片足で乗る、歩いて。でポイントとしては、板が落ちると同時に足が乗る、板が落ちると同時に足が乗る、これがポイントになりますので、ここに時間差が生まれると、すごいぎこちないです。板が落ちて少し経ってから足が乗るだと慣れてる感が出ないので、板が落ちるタイミングに合わせて前足をセットして、片足でちょっとキープしてから後ろ足を乗せるっていうような形。ちょっと実際やってみます。まず歩きで、次に走りながらやってみますね。形で最初は歩いて練習をして、タイミングがつかめるようになったら今度は走りながら練習するというような形で練習してみてください。これもね、ちょっと板に乗りに行くっていう形が新しい動作になるので、ちょっと怖い恐怖心を感じる方いるかもしれませんが、回数重ねて練習してちゃんと歩きから始めて順番にやっていけば、だんだん恐怖心取れてきますので、ぜひこの動画を見てランニングプッシュ練習してみてください。でいろんなスケートボードの動画出てますので、いろんな映像で出てるプロの人たち、上手い人たちのランニングプッシュを見ながら、自分なりにかっこいいランニングプッシュの仕方とかっていうのをこう研究して意識していくと、綺麗なランニングプッシュ、あるいはプッシュブレーキっていうのが見えてくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今回は終わります。それではまた。あれ、またおにぎり食べてんの？何おにぎり？バカね。バカねー。このバカねー。